アマモは、北半球の温帯から暖帯にかけての水深位置、数メートルの沿岸砂程地に自生する海藻の一種。日本でも各地に分布する。死有同種で、多年生の喧嘩植物であり、胞子で増える藻類ではなく、海中に生える種子植物である。和名は、地下茎を噛むとほのかに、甘いことに由来するが、海藻に通じるとの説もある。岸辺に打ち上げられた葉の様子から、 竜宮の乙姫の元とゆいの切り外しという別名を持つが、これは最も長い植物名として知られる。ただし、長大後語の実例として研究されることは多いものの、実際に使用されることはほとんどない。英名イルクラスは、うなぎ草のいで、細長い葉に由来する。なお、アメリカ先住民族の一部は、アマモ族を食用にする。葉の部分の角大アマモは、 胞子で増える藻類ではなく、海中に生える種子植物である。海産藻類を海藻というのと区別するために、アマモなど双本性かつ沈水性の海産種子植物を海藻と呼ぶことがある。稲蚊と同じ単子葉類の双本であり、節のある長い地下茎と、髭状の根、稲に似た細長い葉を持つ。葉は緑色で、 先端はわずかに尖り、ここから7本の葉脈が先端から根元まで平行に走る。葉は長さ20から100センチメートル、幅3から5ミリメートル。多くの器官が退化してめしべおしべのみとなった小さな白い花を咲かせ、結実して米粒大の黒い種子を作る。種子は発芽に際して一定時間淡水にさらされる必要があることが知られており、自然条件では 川口から流れ込む淡水などが、アマモ種子の発芽に必要な淡水を供給している、可能性があるとされる。また、種子以外に、地下系の分子、身長によっても増える。いくつかの禁煙種があり、コアマモやウミヒルモは、サデーヒガタの長官隊、エビアマモは、イワイソの長官帯、スガモは、艦隊の岩礁、長官帯に、アマモ、熱帯では、ウミ勝負などという住み分けが見られる。 アマモの生育には、水質や砂泥質の低質が正常であること、人工構造物によって、海岸線や線海域が拡乱されていないことなどが必要なため、海岸の指標生物ともされる。アマモバアマモは、沿岸砂泥域における主要な一時生産者である。同族のコアマモと同様、アサの砂泥海底に、アマモバあるいは、モバと呼ばれる、大群落を作る。 アマモ場は潮流を和らげ、外敵からの隠れ場ともなるため、魚類や、糖足類の産卵場所、または幼児魚や、小型動物の生息場所となる。また、不栄養化の元となる窒素やリンゴを吸収し、水質浄化の面でも重要な役割を果たしている、可能性がある。アマモのバイオマスを直接消費する動物は、ジュゴンや白鳥など限られているが、アマモの葉は、その生育期間に、 次々に更新し、大量の枯死した葉が生じる。この枯死したアマモの葉は、微生物によって分解し、デトリタスと呼ばれる様々な微生物が繁殖した有機物変となる。このデトリタスが、貝類や甲殻類のような様々な訂正動物の餌となり、これらの訂正動物は、魚類などの餌となる。アマモ、または、その禁煙種に依存する生物群としては、 以下のようなものがいる。戦術のようにアマモバは海岸の多くの生物にとって重要な生活環境だが人間の経済活動による沿岸域の埋め立て、護岸工事、水質を抱く等で減少している地域が少なくない。アマモバの減少は海洋環境の悪化の結果であるとともにその減少がさらなる環境悪化の大きな一因ともなり漁業資源の減少にもつながる。 可能性が指摘される。そのため、アマモ場の復元を目指す試験や運動が全国的に行われつつある。神奈川県金沢八景の野島海岸のグループ、愛媛県の中央水産試験場などの試みは、その一例である。ただし、本来アマモの個体群は海域ごとにその場の環境に適応して、独自に進化した系統に分かれており、 またその系統の遺伝的特性に合わせて進化した個体群からなる地域生物群集が形成されていると考えられる。このため、アミ似タ海域の系統を移植することでアマモバの復元を行った場合、どのような影響をその海域の生態系にもたらすかは未知数である。このことから復元を目指す海域以外からもたらされた株によるアマモバ復元に対する継承が 研究者から出されている。また、復元事業が盛んになる一方で、アマモ場自体、あるいは、周辺の環境も含めたそれの生態系における、機能についての基礎研究は十分とは言えない。アマモは、古くからもしおグサとも呼ばれたが、この後は、海藻、海藻類を焼いて塩を作る、もしお焼きに使われる海藻、海藻一般を指したもので、アマモの他、 名告毛もとも呼ばれた本田原などを時に含む。万葉集以来、和歌には模汐焼きの裏寂しい情景がしばしば読まれる。模汐草は単に、もとして読まれることもある。さらに、模汐焼きでは、海藻、海藻を、かき集めて、塩水を注ぐところから、和歌では、模汐草をしばしば、書く、かき集めるにかけて用い、また歌などの読み草を指すこともある。これを踏まえて、 もしおそうと題した本は複数あるが特に有名なのは1513年頃に葬儀の弟子であるレンガ氏の葬石が編んだと言われる大部のカゴ辞典であるこの署名もカゴを書き集めたというところから来ているまた、戸カガミもしおそうは国宝に指定されている出現力 2013P125 出典、NHK ダーウィンが飽きた 生き物神伝説アマモバ復元のガイドライン。ありがとうございます。